かわいい。チャイナーもかわいい。チャイナー結構話すのよ、チャイナーもね。チャイナー結構おもろいのよ、ほんとに。みんな面白いんだけどね。ほんとにみんな面白いんだけど。チャイナーおもろいね。チャイナー結構冷静にね、なんか言ってくるのよ。ヒューカさん、なんとかなんとかですよね、とか言ってね。あ、そうですね、とか言って。チャイナー面白いね。みんな面白い。ほんとに面白いです。すごいね、楽しい。で、そう、はい。で、そう、ポイントなんだけど、チャンヒナのことをチャンヒナって呼んでるメンバーがいないらしくて、おそらく私だけ。そう、チャンヒナも、なんかあんまり自分で、チャンヒナって呼ばれないです、みたいな言ってて。ウェブ私だけみたいな。チャンヒナ呼び、してます。そう。アンレームだと一番年上？そうね、一番先輩よ。私がそうなの、こんな感じだけど頑張ってますよ。チャンヒユって呼んでいい？チャンヒユだと混ざらない？大丈夫？全然いいですよ。チャンヒユ呼んじゃってください。そう、でもチャンヒナ、そう、なんかあんまり自分でもチャンヒナ呼びあんま好きじゃないみたいに言われてて、でもなんかもう今さら抜け出せなくて、私もね、でもごめんね、チャンヒナ許して、私だけ呼ばせて、お願いなまして。はい、これでね、チャンヒナも OK って言ってくれたと思いますけれども、お願いなまして。そう、なんかチャンヒナ呼びやらしいよ、わかんないけどね、なんか恥ずかしいみたいなこと言ってた気がする。可愛いけどね、チャンヒナ。高めツイン本当にしないな、似合わないと思うんだよね。高めツイン、あ、でもお話し会でしたか、最近2日連続したね。でも意外と好評だったな。え、なんか子供だね。なんだか保育園の頃を思い出しましたね。